こんばんは。貧困層の半額買い物シリーズ、今回は、パンとヨーグルトと豆腐を買いましたので紹介しようと思います。今日買ったのは、神戸屋の4色パンと、明治ブルガリアヨーグルト、芳醇いちご、4パックですね、と、豆腐、絹豆腐、300g です。はい。値段の方を見ていきたいと思います。まず、明治ブルガリア芳醇いちご。こちらは、売価が167円の 50%、84円引きで、83円です。こちらが4個パックが83円。ちなみにこれ1個パック1個が 75g です。75g の4個パックです。こちらが半額で、83円です。次に、明神屋絹豆腐、売価39円が20円引き、50% 引きで、19円。こちらが、絹豆腐 300g が19円です。はい、19円。はい、次に、食パン、4食パンで、神戸屋4食パンが、半額で63円ですね。127円の、50% 引きで63円です。こちらが63円。神戸屋、粒あん、クリーム、チョコ、いちごジャムの4食パン。ちなみにカロリーは、518キロカロリー。結構カロリーがあります。はい。ということで、今回はパンとヨーグルト、豆腐。で、3点、ちなみに合計では165円です。3点買って半額で165円の買い物となりました。以上です。